どうも、秋田ペンクラブです。豪雨災害からの復興はまだまだだけども、県内各地の夏祭りは順調にできてるみたいで、まずまずいかったっすね。ただもまあ毎日暑いっすね。アンビグステラテビが。今回は同じ東北地方から攻められる羽目になってしまった秋田の戊辰戦争の話すこだ。世渡りは誠に不器用な忠家の歴史で、花は会津、難儀は出雲、物の哀れは秋田口と言われてしまっていられた。戊辰戦争で旧幕府側から新政府側に鞍替えした秋田藩は新政府側の勝利に貢献した。だでも奥州での戦いが終わって、東京さ凱旋した官軍の兵士たちの間では、こんな歌が流行ってらっしゃる。花は会津、難儀は出雲、物の哀れは秋田口。この歌の内容は、会津の籠城戦は凄惨だったとも、攻撃側の薩摩や土佐の兵にとっては、関西は分取り放題、女子も好き勝手に手ごめにできて、まさに戦の羽にありつけた。一方の出雲口は、河合継之助率いる長岡さんに散財苦戦して、長州勢などの主力は花の会津戦線に間に合わなかった。それに対して官軍として戦った秋田藩は、勝ったとはいえ半島の3分の2が戦火にかかって、人家の4割が焼失した。また戦費が原因で莫大な負債を抱えた。その上、仙台、盛岡、庄内、米沢など同じで東部諸藩から裏切り者と恨まれるという哀れな存在となってしまった。ここで秋田の戊辰戦争、一般には秋田戦争とか秋田庄内戊辰戦争とか言われていますが、この戦争を簡単に振り返っておきたいと思います。慶応4年から明治2年、すなわち1868年から69年、鳥羽伏見の戦いから五稜郭戦争までの明治新政府軍と旧幕府諸藩の戦いが戊辰戦争です。秋田藩は当初東北諸藩とともに奥羽越列藩同盟を結び、朝敵とされた会津藩と庄内藩を支援する立場を取りました。しかし藩内では新政府側か列藩同盟側かで意見が分かれ、新政府仙台藩の双方からの働きかけもあって対立が収まりませんでした。最終的には藩主佐竹義隆が藩内の勤皇派の意見を入れ、一般勤皇を掲げて奥羽越列藩同盟からの離脱を決意、久保田城下にいた列藩同盟の仙台藩の使節11名を殺害しました。こうして秋田藩は政府軍側として同じ東北の列藩同盟側と戦うことになりました。亀田、本庄、屋島などの県内諸藩も秋田藩に登庁しました。秋田藩の同盟離脱を受け、庄内、米沢、仙台軍は南から秋田県域に侵入、南部藩は北から攻め入りました。四面楚歌になった秋田側は敗戦を重ね、秋田の南部はほとんど同盟軍に占領されました。北部でも南部軍によって現在の北秋田市まで攻め込まれました。これに対して薩長を中心とする新政府軍の海路を使った援軍もあって、どうにか持ちこたえるうちに、米沢、仙台、会津が降伏すると形勢は逆転し、ようやく同盟軍を打ち破りました。3ヶ月の戦いで秋田は多くの戦死者を出し、放火、略奪などで一般民衆も甚大な被害を被りました。秋田の戊辰戦争の概略図です。1868年、慶応4年7月下旬から8月初旬にかけて、庄内、米沢、仙台藩の軍が南から秋田県域に侵入しました。8月下旬には南部藩軍が北から攻め入りました。今から155年前のちょうど今の夏の時期の戦いです。この山は秋田と山形の県境にそびえる秋田県側から見た鳥海山です。山の向こう側が庄内藩で、
庄内藩の秋田県域に侵入で、秋田の戊辰戦争が始まったね。なして秋田藩は哀れと謳われる事態になってしまったたびかな。秋田藩主の忠之については、司馬太郎が街道を行く秋田県散歩で指摘した事柄が思い出されれば、忠之は武器としては最も長く続いた名家中の名家。徳川氏などは物の数ではなかった。ただ佐竹家は不思議な家系である。長く続いたという以上、歴史の激動期ごとによほどうまく立ち回っただろうと想像していいわけだが、それが逆でおよそ不器用だった。関ヶ原に続くこのための秋田戦争でも、またしても世渡りの不器用さを露呈してしまったと言えるればな。秋田半島の3分の2が戦火にかかって、人家の4割が焼失した上に、戦備品購入のほか、新政府側の将兵と新庄藩、本庄藩、屋島藩から逃げてきた藩主、藩士の家族の賄いなど莫大の費用がかかったためは、戊辰戦争が終結すると、官軍に加担した藩には明治新政府から徴用が出たとも、秋田に対して失った戦費に対して哀れなほど少なかったらしい。秋田の戊辰戦争はまさに牢獄して功績なしというものであったたれば。さらに司馬太郎は次のようにそうしてあった。江戸期の秋田は佐竹氏そのものが文化財的な家系でもあり、米と木材と鉱山のおかげで江戸後期に流行する植栽産業という半ぐるみの産業化をやらずに済んだ。こうして秋田藩はおっとりした大旦那のような風のまま江戸期を過ごし、近代に入ったのである。名家の上に豊かな資源を持つ藩であったために、おっとりとした大旦那のような風のまま江戸期を過ごしてしまったとな。すなわち今風に言えば、日はぼけしてしまってやったた。秋田藩の存在は劣弱で、戦国時代さながらだったらせ。御嶽はさらに貧実で、見かねた弘前藩がこっそり様式中を援助したともわしゃべられてるわ。農民町民も動員されたとも、武器は竹やらだったらせ。一方で同盟軍の庄内藩は軍の近代化に成功していて、新政府軍でも全く相手にならないほど強かったらせでは。こんな状態で近代化した周辺の同盟軍に攻め入れられては全く勝負にならなかったればな。だども秋田さも複雑な事情があったた。もともと秋田は国学者の平田篤胤が生まれたところでもあって、勤皇思想が強かった。平田篤胤の影響で漢気な攘夷思想が強かった秋田藩は、新政府にとっては好都合の相手であったたな。しかもこの時で秋田には仙台から移ってきた奥羽鎮府総督があって、新政府軍もわんさかといえ駐屯してあった。仙台とも盛岡は使者を送って、早く奥羽越列藩同盟側に動きと催促した。だども新政府軍にそそのかされた攘夷派藩士が奥羽越列藩同士同盟側の使者十字軍を皆殺しにしてしまったとな。これが決定的な原因となって秋田戦争が始まって、今度同じ東郷諸藩から攻められる羽目になってしまったと。奥羽越列藩同盟は秋田の裏切りのせいで負けた。2000年に開催された戊辰戦争130年に格の名でというイベントでは、当時の宮城県白石市長が奥羽越列藩同盟は秋田の裏切りのせいで負けたと言って一悶着があったらしい。同じ東郷に藩でありながら秋田藩だけが裏切った。この時の裏切りの怨念が今なお続いているのにはびっくりだればな。秋田は望まない日本一の多さに悩む県だ。高齢化率、人口減少率、自殺率、廃業率ほか、
ひょっとしてこれはこの時の裏切りの怨念が今なら続いてるせいだべがやと思えてくるではな。はい、以上です。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは秋田弁で種々のテーマ話題にトライしてみます。よろしかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。